青山さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今朝は消費税の増税についてですね。はい、今2017年4月、消費税 10% に本当にするのかどうか、はい、議論が賑やかになってますよね。そうですね。ただこの増税っていう言葉を聞いただけでちょっとなんとなく暗い感じになりますよね、はい、ちょっと抵抗感がある方も多いと思います。でそこがやっぱり経済の実は根幹で、はい、僕たちのような個人がどれぐらい消費するかっていうのがやっぱり経済の6割7割を占めるんですね。そうですよね。で、昨日、まあ、安保法制が施行されたって大きなニュースもあり、はい、同時に、軽減税率を含めた、はい、改正された税法っていうのが成立しましたね、はい、でこの軽減税率が昨日もう法律になってしまったわけですから、はい、普通に考えればやっぱり来年の4月には消費税が1割になっちゃうんだと誰でも思うところですね、ところが僕の責任で申しますが、はい、これが全く違うんですね。違うんですか。はい、昨日決まった軽減税率、それを新しい減税の方法に使おうということが、総理官邸の中ですで、に深く検討されてます。新しい減税の方法なんですか。はいはい、でまずこの番組で僕は何度も、もうはるか昔、ちょっと大げさですけど、いやいや、もうかなり前からね、はい、ずいぶん前から、はい、安倍総理は 10% にしませんと、はい、少なくとも今回はしません、来年4月に 10% になりませんってことをずっと申してきまして、安倍さんおっしゃってますよね、ずっとね、はいはい、いや、安倍総理は前に延期するときに、今度ばかりは、つまり来年の4月ばかりは、景気がどうであろうと、必ず増税すると言ってたんだから、はい、そんなはずはないというお問い合わせもこの番組のリスナーの方からも結構いただいたんですね、はい、でいつも申し上げてるかと思うんですが、僕は推測の類っていうのは決してこういう公の電波に載せることはしません、はい、必ず当事者に直接、それも複数聞いた上で最終確認もした上で申し上げてるんで、はい、安倍総理が今回は増税しないというのは安倍総理ご自身の方針として実は全く変わってないです。あ、で、僕はそれ言い始めてから今まで、まあ、総理は国会答弁とか あるいは違うラジオ番組でもいや必ず増税するんだとおっしゃってましたから、はい、そんなことがあるのかと思われるでしょうが、これはですね、そのいや増税避けますって言ったら途端にアベノミクスは失敗だったと、まあ、すでに野党の方から出てますけど、そういう批判を浴びるから、はい、当然これは財務省とのせめぎ合いも含めて最後の最後まで、まあ、手の内を見せないということで、はい、あったんですね。それと同時に、はい、まあ、前に景気がどうであれ今度は増税しますって、それはめちゃくちゃな話であって、あの時延期するときに、まあ、財務省と妥協したその産物だったわけです。はい、それで、もう一度申しますが、来年、4月の 10% という公約を総理が破ります。はい、で、これ自体はもう実は、まあ、決まっていると言ってもいいです。で、そうですか。もしもそれが予定通りの増税になったら、それは財務省に負けたという結果なんですけど、はい、実はですね、リスナーの方にも桜井さんたちにも聞いてほしいんですが、はい、財務省の動きが最近ピタッと止まったんです。ほう、というのは、まあ、安倍さんのこの真意っていうのは財務省はもちろん、実はよく知ってますから、はい、もう本来なら今頃徹底的に国会議員を回り、あるいは国会議員だけじゃなくて実はメディアに出てくる学者さんとか大学の先生とかガンガン回ってですね、ちゃんと増税に賛成してくれたらやがて、例えば審議会の委員になれますよとか、そういうことははっきり言わないですよ。はっきり言わないけど、魚心水心でやりたい人が聞いたらそう聞こえるって話をですね、徹底的にやるし、国会議員に対しては例えば実際に僕は議員から聞いた話ですと、はい、うちの選挙区の体育館の話を急にするんだよと、あの体育館古いですよねって話をされて、だからどうするってことを財務省の官僚言わないけれども、それも結構な地位のある官僚がですね、そう言うから、ああ、つまりこれ、安倍さんに反対して、ちゃんと増税しろって言ったら、体育館が新しくなる予算がつくのかなと、みんな議員は思うわけですよね。はい、それを長年やってきたんですよ。ところが、ピタッと今、ほとんど動きが止まりまして、すなわち、僕は手打ちが行われたと考えています。官邸と財務省の間でですね。財務省は、次の事務次官人事が今、
今佳境に差し掛かってまして、それを安倍さんが認めるということも含めて、手打ちをした、はい、ところがですね、この増税はやっぱりじゃあ見送ろうと、中国経済が崩壊したり、資源安でサウジアラビアやロシアの経済どうなるかわからない、うん、そんな時に増税できないと、はい、いうことはもう今言いました通り事実は決まったんですけれども、はい、さらに一歩踏み込んで減税しようかということを官邸の中で考えていて、はい、で実は不詳私ただの民間人ですけれども一応ご意見ずっと申し上げてきたのは、はい、減税すべきだと、つまり消費税今 8% を、はい、できれば 7% に、はい、5% に戻せって人もいますが、それは正直無理なので、はい、7%、1% 下げるか、あるいはせめて 0.5 でも下げて、はい、みんなの気持ちを明るくしましょうということを申し上げてきたんですが、はい、それも実は選択肢に入っていますけれども、それよりもっと現実的じゃないかと総理周辺がここ1週間ほどで急激にプランをまとめているのがですね、軽減税率を使うんですよ。軽減税率、はいはい、あの軽減税率というのはあくまで 10% にしたときに、はい、お酒や外食を除いては食料品は、うん、いや 8% のままにしましょう ね, そうですねということがもう法律で決まったわけですけど、はい、これを実は全部法改正もう一回やってですね、うん、10% にしないで 8% のままにしつつ、はい、お酒と外食を除く食料品は全部懐かしい 5% に戻しましょうと、はあ、こういう軽減税率を使うというプランを急速にまとめていて、はあ、僕はあくまでいやはっきりもっと分かりやすく 1% かそこら下げて、はい、軽減税率はまた今度の話にした方がいいと、うん、個人的にはそう申し上げてるんですけれども、はい、現実にはこっちの減税案の方が少なくともやがてメディアにも出てくると思いますね。で、はあ、もう時間がなくなってきましたけれども最後に申し上げれば一国の総理が公約を破るわけですから、はい、これは必ず私たち国民に意見を聞いてもらわねばなりません。つまり衆議院解散ですね、はい、でこの解散について一部の新聞にはこの解散やるとしたら理由がないと論説委員などが書いてらっしゃいますが、とんでもないです。それは公約を破るんであり、はい、まして税金って一番基本ですから、はい、僕ら国民に意見を聞いてもらうのが当然のことだと思います。さあその解散の時期なんですが、はい、ずっと公明党がダブル選挙で反対してたんですけど、公明党も実は最近これを事実は飲みましたので一番可能性が出てきたのは今の国会6月1日が会期末ですね、はい、今年は1月4日にも開いちゃいましたから、閉まるのも早い、うん、6月1日この臨時通常国会終わるときに解散して、はい、そうすると6月15日から18歳のみんなも投票できますから、はい、それを飲み込んで、そして40日以内に総選挙ということは7月10日の参議院の投票これを確定させてそこに衆議院を合わせてダブル選挙になる、この可能性がぐーっと実は高くなってきました。はあ、そうですか。まあ、それに備えて私たちそれぞれが自分の意見を主権者として決める時が今まさしく来たと思います。はい、青山さんありがとうございました。ありがとうございました。独立総合研究所青山